はいどうも、えっ、ー、元整備士のイジトプライドで作る、モデラーズ、モノクローム、陸上自衛隊二分の1トントラックです。えっとですね、ようやくここまで来れたんですが、ここに見えますフロントのセンターハブの部品が1個、 行方不明になってしまいました。あのー、ちょっと言い訳タイムです。えっとー、このー、まあ、常に思ってたことなんですけど、まあ、プラモー、自分一時期プラモデルから離れていた時期がありまして、 で、どうやらその間にですね、接着剤に関するあのー、なんて言ったらいんですかね、規制みたいなのが変わったらしく、えー、接着剤のですね、接着力が非常に弱くなってます。で、あのー、昔は、もう本当にあの、ドロドロに溶けるとまでは言わないですけど、 一回くっつけたらもうパシッとくっついて、もう剥がれないっていう状況までできてたんですけど、最近の接着剤、今使ってるのは、メインに使ってるのは、えー、っと、ミスターホビーの、えー、っとセメントですね、接着剤と、 えっと、タミヤのクラフトボンドを使ってます。クラフトボンドは、あの、俗に言うあの、木工ボンドみたいなやつを、まあ、模型用にちょっと使いやすく粘度変えて、で、使いやすいチューブにしてっていう風なやつなんですけど、まあ、クリアパーツに関しては、ま、それでもちろん問題ないんですけど、 あのー、接着、プラを接着する方のですね、接着剤がですね、かなり接着力が弱くなってまして、で、まあ皆さんいろいろ苦労はされてると思います。で、自分もですね、あのー、接着剤つけるところに関しては、えー、接着剤、あ、塗装する前に接着して、接着っていう方法をなるべくとってますが、 あの、場合によってはどうしても塗装してからじゃないと接着できないところっていうのがあるんです。なので、その辺があって、で、くっつけたでもすぐポロッと取れるとか、そういう事象がちょこちょこと反応起きてますんで、ちょっと頭きたので、ちょっとあの、規制のかかっていない、海外の接着剤を試しに今度使ってみようかなーなんてことを思ってます。 あのー、もちろんその規制とかの理由はわかるんで、そこにか関してはあえては触れないですけど、ちょっとプランも作ってても、あの、ポロッポロ例えばこういう、あの、接着しろが少ない、かつ、強度を持ってほしいところとかっていうのがやっぱりあるんですよね。で、 昔の接着剤だったら、こう、パシッとくっつけたら、もう二度となかなか剥がれねえぞ、これ、みたいな状態だったんですけど、最近の接着剤はなんかポロろポロ外れてきたりすることが多いので、で、特にこれ作ってて、まあ、前から感じてたことなんですけど、他のプラモでも、そういうことがかなり多いので、ちょっと、今度海外の接着剤を試しに、使ってみようかな、なんてことを思っています。で、それが良ければ、 店頭の方でも販売していきたいなぁなんてことも思ったりなんかしてます。えー、っと、内装はですね、ほとんどもう、組み上がってます。なんで運転席側の窓ガラスをつけていないかというと、この後ですね、自衛隊の隊員さんのフィギュアを乗せる予定ですんで、そのフィギュアを乗せるときにちょっと邪魔になりそうだったので、えー、っと、運転席側のガラスはつけてませんで、えっと、 見えるかな見えるかな一応ドア内張りとかもしっかり塗ってます。あの、ドアロックのあの、パジェロ独特なあの、ドアロックのあの、赤い部分とか、そういうところもしっかり塗ってます。ピントが来ない。ピントが来ませんが。まあ、こんな感じで制作は進めております。でですね、隊員さんのフィギュア制作開始しました。 えっと、まず白サフを吹いて、その上から、えー、っと、陸上自衛隊色の、能力色濃い緑色。ダークグリーンですね。それを吹いて、で、その上からドライブラシで何色かポン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 って重ね塗りして、えー、っと、迷彩柄を出していますが、 あのー、どうやらあのー、いろいろと画像を見てると、最近の色はもうちょっと明るめな感じがしましたんで、ちょっと変更しようかなーとか思ったりはしています。でですね、未だに相変わらず悩んでいるのが、ホロの色です。あの、実写画像を見ると、この色ともまたちょっと違うんですよね。で、 はじめを、まあ、あの、説明書に近いかなとかって言って何色か塗ってみたんですけど、だん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 違う色になってきてしまってますんで、ちょっとここは要改善ということで、まあ、最終的にホロまで乗っける予定ではいますが、うーん、まだちょっと悩んでいるところでございます。という感じでですね、今のところの現状の進捗状況の説明でした。 なんとか今週中に完成させたいなぁ。なんてこと思いながら。どうもご視聴ありがとうございました。